こんにちは、DJ マロンと MC ズイミーです。よろしくお願いします。いやー、この前のお母さんのやつは面白かったね。ほんと楽しかった。それでね、この前本当に僕、ズイミーのお母さん見れて、ズイミーの大好きな場所を紹介してもらえて嬉しかったの。あ、じゃあ今から一緒に行こうか。いやいやいや、あのね、今日はそんなズイミーに僕しか見れない景色をズイミーにプレゼントしたいと思うんだ。いや、大丈夫だ。いやいやいや、でもとにかくそこのテレビ見ててね。出発、いやー、でしです。はい、聞こえてますか？あれ、聞こえてますよ。こちら上空からマロンです。え、ま、マロン？マロンだよ。どこ、何してんの？僕は今ね、六本木ヒルズ上空におります。マロンってそんなに高く飛べるの？もちろん、僕はね、いつもここお散歩コースにしてるから、今日はズイミーにこのお散歩コースを見てもらおうと思ってこうやって見せてるんだよ。すごい。そんな高くても必要性ないでしょ。そう、でもたまにね、たまに一人でふっと飛びたくなる。ちょっと赤坂御所じゃないこれ？赤坂御所御所。そう、なんだかよくわかんないけど、いろいろがちっちゃくてすごいんだよ。すごい緑が豊かな場所ですね。そう、ゆかゆかなの。すごい。他のところはさ、ね、なんか違う色だけど、そこだけ緑色でしょ。うん、楽しいね。マロンそこちょっと気に入ってるんだ。すごい、これズームしてるけどさ、これマロンどういう状態なのかな。いや、これすっごい勢いで近づいたりとか離れたりとかしてるんだよ。あ、今離れてる。あ、すごい。そう、僕、なんか球場が見えるし。これ、今ね、見て、このゼロって書いてある。このゼロね、はい、来年ね、オリンピックがあるの知ってる？東京オリンピック。知ってる。4年に1回のオリンピックで、東京オリンピックが、あ、ここでやるんだよ、見て。すごい、ここまたズームしてる。どういう状況なの？今、思いっきり近づいたんだけど、この中、これね、見えるじゃん。みんな知らないの。建設中で新国立競技場って言うんだけど、めちゃんこすごいすごいだから、見て見て、目こう食いしばってみて。え、じゃあこれさ、今マロンさ、その上から下に入ってみたらどう？そう、入ってみたいなって思ったんだけど、来年みんなが我慢して待ってるから、僕だけ見るのちょっと悪いなと思って遠くから眺めてるんだよ。そっか。そう、チートはしちゃいけない。チートすごいね。わあ、これ新宿じゃないかな。そうなの。新宿はね、こうやって高いビルがわんさかわんさかあるんだよ。すごーい。それで、なんか僕はこのビルの屋上とかでよくね、日向ぼっこで休憩とかするんだけど、ビルが鏡になってるとこすごく多いの。へー、高層ビルってことね。そう、高層ビルっていう、高層ビルっていうのはめっちゃ高いビルのことね。知ってるよ。よく見て。すごい。すごいでしょ。こんなにたくさんの建物を人間が作ってるなんてすごくない？いや、なんかやっぱりこう新宿ってやっぱたくさんこう歌が生まれてる街じゃないですか。そう。なんかここで、あのマロンさんもなんかこう新宿のビルを見ながら歌でも歌ってみたらどうですかね。長い長いビルがたくさん、その中でも一番高いのは僕、僕、僕が一番上にいる、すごい僕はマロンって言うんだよ。すごいね。すごいね。あれ？鏡？あ、そう、ここのね。都庁。そう、都庁って何？都庁、都庁だよ。都庁、庁長。庁、庁長、庁すげえ、庁長、都庁、都庁、庁すげえ。続く。